はい、今回は第2弾を待ち焦がれていたこのガチャガチャです。500円だったけど4回もやっちゃいました。どうやら今回は箱が2色のラインナップになってます。で、中身は見えないような感じになってるので、まあ白の箱から開けていこうかなと思います。まずはこいつから。今回のガチャガチャはこちら、コンバースのミニフィギュアコレクション第1弾というか、前回のコンバースのミニチュアの時はマジで手に入れることができませんでした。なので非常に楽しみです。今回のラインナップは全7種類です。ワンスター3種類、オールスターハイカットのやつ4種類という感じですね。はい、一つ目当たったのが、ワンスターのブラックホワイトというやつです。お靴の前にですよ、この箱ですよ。まず箱がね、ガチ勢。箱からちょっとね、クオリティを極めすぎてます。で、しかもよ、箱開けるじゃん。このピロピロ。ちゃんとピロピロ入ってんのよ。すごくない？で、このピロピロの中に、お靴を、こうやって、収納しちゃうのよ。靴屋さんです。ここまでのこだわり具合が素晴らしい。で、肝心のクックなんですけれども、結構ね、思ったより硬い、カチカチする素材。見てください、このこだわり具合。縫い目がちゃんとしてんのよ。で、このお星様はね、もう二重構造、ちゃんと奥行きがある感じですね。靴の中のこのコンバースってすごいよね。ここまで再現しとるのよ。で、一番ね、裏面だよね。コンバースの裏面って独特というか、こうなってるよね。この茶色っぽいやつで、こういうやつ。で、しかもここにコンバースオールスターって小さく書いてあるんですよ。ここまでこだわっちゃってます。というわけで一つ目は、ワンスターのブラックホワイトです。ワンスターの箱がもう一個当たってるので、次はそれを開けようと思います。二つ目開けていきまーす。さっき黒だったから赤が欲しいかな。おおじゃじゃーん、赤が欲しいって言ったら赤が当たりました。レッドだね、レッド。作りはさっきと一緒で、すごく細かい。これこのまま派遣じゃねって思うぐらいクオリティがめちゃめちゃ高いですね。後ろもこんな感じ。かわいい。これ欲しいわ、普通に。で、箱は、さっきと一緒で、中に、ピロピロが入ってて、ここにしまえる感じになってますね。靴も中にこうやってしまえるから。はい、こちらになります。ありがとうございました。で、お店屋さんができそうです。はい、二つ目、ワンスターのホワイトレッドでした。次、開けていきたいと思います。続いてこちらの黒い箱の方を開けていきます。よく見たら箱青いやん。さあ何色でしょう。オープン、ピロン。今回はオールスターハイカットのゼブラが当たりました。あのね、ゼブラ以外が欲しいなーって思ってたんだよね。まあ、気を取り直して細かく見ていきますと、ハイカット、ちゃんと再現されてます。紐のところはまあさっきと似たような感じかな。オールスター書いてあって、このマークね。皆さんご存知オールスターマーク。で、なんか全然ピンとこなかったんだけど、これって内側にしかマークないんですね。認識してなかったそこまで。で、裏面はさっきと同じ感じです。ちゃんとコンバースの靴底って感じですね。で、このハイカットのやつは靴の中はちょっと見にくいんだけど、これちゃんとコンバース書いてあるんですよ。奥入っちゃってる、奥入っちゃってる、奥入っちゃってる。はい、ちゃんと書いてあります。で、まあこの靴もそうなんだけど、地味に箱ちゃんにも違いがあってですね、まあ箱の色の違いはあるんだが、これピロピロ見て、コンバースって書いてあるの。なんか優遇されてね、ハイカット。実際の商品もそうなのかな。
ハイカットの場合は横にしないとダメかなって思ったんだけど、結構箱ちゃん大きめなので入りますね普通に。というわけで3つ目、オールスターのゼブラが当たりました。最後の一つ、ゼブラ以外であってほしい。ラスト開けていきましょう。4つ目開けていきましょう。黒、白、ゼブラってきてるから、まあ、ピンクとかピスタチオとか綺麗な色が当たるといいなと思います。頼むよ。オープン、ディリーン、じゃじゃーん、ストロベリーが当たりました。すごい、かぶってない。一番最初に中丸がカチカチだよねって言ってたんだけどさ、見た目がさ、キャンバス生地に見えない？このシワの感じとか、めっちゃキャンバス生地じゃん。すごい。靴の中にもコンバース、しっかり見えます。でも私はね、ハイカットじゃなくて、ローカット派でーす。で、なんか、このゴムの部分が、ちょっと黄色みがかってんだよね。ほら、クリーム色っぽい感じになってるみたいですね。でも実際にこのピンク履くかって言われたら私は履かないかな。ちょっと派手。箱。かわいいね。クオリティめっちゃ高いじゃん。はい。4つ目。ストロベリーでした。すごい。かぶりなし。はい。というわけで今回はコンバースのミニチュアコレクションのガチャガチャを4回回してきました。結果こちらでーす。しかもオールスター2つのワンスター2つっていう非常に当たり回でしたね。クオリティ非常に高いのでこれは絶対やった方がいいです。コンバースのオールスターが履きたくなったので今度買ってきます。さっきゼブラ柄いらないって言ったんだけど、なんかこうやって並べるとパターンが違うやつがね当たったからいい感じ。うん。この他にもいろいろなガチャガチャやっておりますので、ぜひそちらの動画のチェックもお願いします。そしてこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回のガチャガチャでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。